カバーです。ですね、今日は、8と5の、フレーズを合わせたものを、こう2小節にわたってやる技をちょっとやってみようかなと思ってます。で、8B と5A っていうものを使うんですよね。で、これもテロップに出します。で、8D っていうやつもあれば 5C っていうやつもあるんですよね。でも今日のところはちょっとそれやると難しくなるので、冒頭にも使いました。で、冒頭で使ってた ドラムは結構その、まあ、適当にやってた部分も多いんですが、ビニカレタのその8と5の使い方 のフレーズもちょっとちょろちょろ入れてました。で、ちょっと やってみます。1、2、3、4小節ぐらいになってますか？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そうですね。で、これじゃ多いんで、2小節でまず区切ってやってみます。で、これ耳で覚えることもできるんです。で、まず僕カウントずっと続けてるんで、2小節で、適当なアクセントつけて終わらせて、それ何回も繰り返してます。で、耳で聞いて覚える方法っていうのもちょっと試してみてください。僕はそれで結構覚えてます。耳で覚えるんです。っていうこともでき、一応あるっていうのを覚えててください。これに慣れたら、ですね、足をこう踏んでた足を、リズムを踏んでた足をアクセントのスネアのアクセントの位置に動かすんです。結構こう、手足がこうバラバラになる状態で数を数えられるっていう風な形になります。で、早速ドラムのフレーズに入っちゃいます。で、
と動かすと、また全然違ったニュアンスが出てくるんです。だからもっともっと左手を追求させて、右手もそれなりにいじくっていけば、ものすごいドラムができます。で、そうですね、だいたい、8B5A の手順の癖つけば適当にできるようになります。それが、で、今2小節ですけど、4小節、8小節ってつなげていけば、どん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 膨らみますし、パターンを作ろうと思っても作れますし、ポリリズム的なものも作れますし。ということで、今日は、見ていただいてありがとうございました。失礼します。